サガン鳥栖を運営するサガンドリームスの新社長、小柳智之さんが会見を開き、クラブの黒字化のため、ブランド価値を向上していくと抱負を述べました。今月17日にサガンドリームスの社長に就任した小柳智之さんは、鳥栖市出身の37歳です。2010年にサガンドリームスに入社、おととしまで経理部長として働き、去年は別の会社で経営を学びました。サガン鳥栖というブランドをいかにこう向上させていくかということと、やっぱりこうビジネスとしてこのサガン鳥栖をやっぱりしっかりと黒字にしていくことが大変重要になってくる中で、やっぱりブランド価値の向上というのはやっぱ欠かせないものであるということ。小柳社長は現在165あるスポンサーの倍増を目指し、新規事業や若年層への投資を行うということです。